バルンダワンは、インドの俳優。同国で、最も出演量が高額な俳優の一人であり、2014年以降は、フォーブスインディアのフォーブスレブルティ100に選ばれている。映画監督、デビット・ダワンとカルーナ・ダワンの息子として生まれる。ニーロ・オヒト・ダワンは、映画監督、オジア・ニール・ダワンは、俳優として活動している。HR ・カレッジ・オブ・コマース・アンド・エコノミクスで、教育を受けた後、 イギリスのノッティンガム・トレント大学で経営学の学位を取得している。バルンダ・ワンとアーリア・バット、シッタールとマルホートラ・バルンダ・ワンとシュラッター・カプール2010年にカラン・ジョー・ハルのマイ・ネーム・イズ・ハーンで助監督を務めている。2012年にジョー・ハルのスチューデント・オブ・ザ・イヤー狙え・ネラナンバーワンで俳優デビューし、シッタールとマルホートラ・アーリア・バットと共演して、 裕福な学生ロハンを演じた。ボリウッドハンガマのタラン・アダルシュは、同作を通してバルーンの共担せざるを得ない才能を発見し、CNN ニュース18のラジーブ・マサンドは、コミカルなシーンと弱々しいシーンの両方に取り組むことができると評価している。同作は9億7000万ルーピーの興行収入を記録する成功を収め、バルーンは、 フィルムフェア賞最優秀新人団優勝にノミネートされた。2014年にテルグ5映画、漢字映画のリメイクであり、父デビットが監督した、ヒーローは辛いよで主役を務めた。バルンは、イリアナ・デ・クルーズ、ナルギス・ファクリが演じるヒロインと三角関係になる、青年プラサードを演じ、フィルムフェアのラディタ・タンドンは、コメディシーンの演技について、ゴービンダ、プラブ・デーバと比較して、 好意的に評価している。ハンプティ、シャルマキドルホニアでは、アーリアーバとシッタールトシクラと共演して、婚約者がいる女性と交際するパンジャーブ人シャルマを演じた。同作は、シャールク・カーンの DDLJ ラブゲット大作戦のオマージュ作品であり、インディア・トゥデイのローヒト・キルナにはバルーンの存在感を高く評価し、ミントがミのナンディにラームナーとは、 映画のいくつかの静寂なシーンにおけるバルーンの存在感を批評している。同作は11億千万ルピーの興行収入を記録し、2014年公開のインド映画で最も高い興行成績を収めた作品の一つとなった。2015年2月にシュリラームガがンの復讐の街では妻子を殺され復讐を誓う男、ラーガブを演じた。 バルンは役に集中しすぎて演技と現実の区別がつかなくなり、うつ病に陥り、ラーガブを演じたことは恐ろしい経験だったと語っている。rediff.com のラジャセンはバルンの演技を絶賛しており、フィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。同年6月にはダンス映画 ABCD2 で、 実在のヒップポップダンサーのスレーシュム・クンドを演じ、シュラター・カプールと共演した。ロイターのシルパ・ジャム・カンディカールは、同作を、単なる、ミュージックビデオの束と酷評しており、評価できる点は、バルーンの演技のみだと批評している。酷評されたものの興行収入は15億7000万、ルピーを記録しており、ボックスオフィス・インディアはこれをもって、バルーンの才能が開花したと批評している。 同年12月には、ローヒト・シェッティのディル・ワルイで、シャールク・カーン、カジョール、クリティ・サロンと共演し、シャールク演じる主人公の弟役を演じた。同作は批評家からは酷評されたが、興行収入37億5000万ルピーを記録し、バルンのキャリアの中で最も成功した映画の一つ、ヒンディー語映画史上最も興行的に成功した作品の一つとなった。 2016年に、兄ローヒトが監督した、ディショムで、ジョン・エイブラハム、ジャクリーン・フェルナンデスと共演した。評価は、賛否両論だったが、興業収入は12億ルピーを記録している。バルンダワンとアーリア・バット2017年3月に、バドリノット・キドルホニアで、アーリア・バットと共演し、アーリア演じる女性の婚約者を演じた。デイリーニュースアナライスのトゥシャール・ジョーシーは、 バルンダワンとアーリー・アーバットの共演は予測可能で平均的な脚本の物語を鑑賞するための十分な要素になるだろうと批評しており、バルンはフィルムフェア賞最優秀主演団優勝にノミネートされた。同年9月には父デビッドのジュード・バニでジャクリーン・フェルナンデス、タープ・シー・パンヌと共演した。両作は工業的な成功を収め、 それぞれ20億ルピー以上の収益を上げた。フォーブス・インディアは、出演作品の9回連続工業的ヒット、主演作品の成功率100%を記録したことで、バルーンが、昇進正明正のボリウッドスーパースターの地位を、確立したと批評している。2018年には、シュージット・シルカルの、オクトーバー、シャラト・カタリアの、スイダガなどのヒット作に出演した。 オクトーバーの演技は、ファーストポストのアンナ・ M.、MM、ベティカドから、彼は、満天の星空のような自信とトレードマークの、愛らしさを持って、ダンを演じたと絶賛され、ヒンドースタン・タイムズのローヒート・バッツからは、キャリアの中で最高の演技と称賛されている。また、フィルムフェア消費評価選出、最優秀主演団優勝に、ノミネートされている。スイダガの演技は、 ミント氏のウディタジューンジューンワーラから、ダワンは愚か者を演じるためのテンプレートを完成させたと批評された。2019年に出演したのは、アビシェイク・バルマンのコロンプのみだった。同作では、マドゥリ・ディークシット、ソーナークシー・シンハー、アーリア・バット、アディティア・ロイカ・プール、サンジャイダットと共演しており、バルーンは膝の負傷にもかかわらず自身がスタントをこなそうとした。同作は、 バルンのキャリアで最初の工業的失敗作とされている。2014年からフォーブスインディアのフォーブスセレブリティ100に選ばれており、2018年には第5位にランクインしている。また、同年にフォーブスインディアはバルンの年収を4億9580万ルピーと推定しており、インドで最も出演量が高額な俳優の一人に挙げている。 さらに、インド版 GQ は、バルンを、インドで、最も影響力がある若者50人の一人に、選んでおり、彼を、彼の世代の中で、最も利益を生み出すスターと紹介している。バルンダワントフマークレイシーバルンダワントクリティサノン、スシャントシンラージプート、ありがとうございます。